今日は晴天に恵まれました。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、チーム同士の相性の良し悪しというのはあるもんなんですか？まあおそらくですね、結果を見るとまああるようですね。やはりそうですよね。まずはスワローズの先発ハフが神宮球場のマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。ファウルになります。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、そうですか。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入りました。ホームラン、先制ホームランです。タイガース、スワローズ初回いきなり先制弾を浴びました。スワローズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。いきなりの先頭バッターホームランで先制点を奪われました。バッターは2番に入っている松永。昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。スワローズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定な。初球打ち、左中間へ打球伸びる、レフト掴んでワンアウト。バッターボックス、バース。昨日のゲームではなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。ワンアウトになっています。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には掛布入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、スタンド一直線、ライト一本、入った。ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。3対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。立ち上がりを攻められています。バッターボックス、石峰。昨日はなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。インサイド見送っています。2球目は何で来るか。打った、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。4対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたいですよね。ええ、ここは慎重に行きたいところ。6番バッター、オマリー。昨日のゲームは驚くような活躍を見せました。スワローズこの回先制点を許しています。初球ストライク、
に誘ったんですけどね、振りませんね。はい、高めストレート外れてボール。打ちました。ここは打ち上げています。中村が掴んで2アウト。バッターは7番に入っている木戸。昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。2アウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました。左中間に強い打球。さあどうだ。センター左へのヒット。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。2アウトランナー二塁。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、大きな打球になった。レフトそのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターはピッチャーの前川。スワローズこの回先制点を与えています。まず何を投げてくるか。引っ張った。ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース圧巻のホームラン攻勢でした。6対0タイガース先制です。打順は1番に帰ります。バッター真由美。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番松永。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。走塁成功。得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていけばいいですね。2球目打ちました。ヒットになった。スワローズさらにピンチになりました。ノーアウトランナー3塁1塁。ランナースタート。キャッチャー送球して滑り込んでアウト。盗塁失敗。小宮山さん、ランナーが1人いなくなりました。ええ、ランナーが減って少しホッとしてるでしょうね。ええ、ですよね。しかしまだピンチは続いてますから気を引き締めていきたいですね。そうですね。さあここはしっかりと抑えていきたいところ。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。ライト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。低めのボール、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。8対0ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ファウルです。ボールカウントはノーボールワンストライクです。一二塁間内野を抜けていきます。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。最初は変化球できました。ボールになります。2球目打ちました。掴んで2アウトです。バッターは6番オマリー。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。これが2球目。打ちました。大きな打球になった。ライトバックバックバック入った。ホームラン。2ランホームラン。これがチーム6本目のホームラン。
高めに浮いてしまった変化球、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。10対0。いいボールでしたけど、これは打った方を褒めるべきですね。はい、打順は7番木戸。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。さあ2球目は何か。打ちました。これは大きい、伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。さあマウンドを任されたのは唐川。今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。西さん、この場面で出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。打った、伸びていく。どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。11対0。スワローズもうこれ以上点はやれません。さあ打席には先発の前川入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽。これはデッドボールということになります。打順はトップに帰って真由美。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。12対0。スワローズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス松永、先ほどの打席でヒットを放っています。打ちました。痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボール。痛烈な打球、スタンド一直線、入った。ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム7本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたい。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の高橋。さあマウンドに上がったのは高橋。今シーズン2試合目の登板です。2試合連続の登板となります。打ちました。伸びていく。外野大きな打球になった。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで2試合連続の猛打賞。ツーアウトランナー二塁。初球は何から入ってくるか。初球ボール球です。この球は低めに決まった。大きく外れてボールです。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。青木が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。15対0。小宮山さん、序盤から大量失点となっています。なんとかしたいところですよね。まあそうですね、今頃ブルペンもえらいことになってると思いますね。そのあたりの打ちました。いい当たりだ。高く上がった。入った。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には6番バッターオマリー。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい。さて今日のスワローズの先発は序盤大量失点で交代したハフ。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。バッターボックスには7番木戸。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがない。しっかり捉えた。レフト下がっていく下がっていく。フェンス直撃。二塁へ送球。
今日も3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは8番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。打った、レフトに大きな打球、フェンス直撃。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで2試合連続の猛打賞。ワンアウトランナー三塁二塁。まずはボールから入りました。3球目は何で来るか。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。スワローズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、初球打ち、大きな打球になった。レフトバックする、バック入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、打順は2番松永。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。アウトロー外れます。この球は外れています。いい当たり、これは三塁側のスタンドに入ります。打ちました。これは大きい、伸びていく、外野へまだ伸びている。レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日も3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。スワローズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、スワローズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは近藤。さあ、マウンドを任されたのは近藤。今シーズン2試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。危ないボールですね。まあ、変わったピッチャーの初球は狙われてますから要注意ですよ。そうですね。一二塁間、山田抑えてツーアウトです。5番バッター石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで2試合連続の猛打賞。ツーアウトランナー一塁、打順は6番オマリー。今日はホームランを放っています。ピットでランナーを一塁に置いています。外の球外れています。いいボールでしたね。はい、外のストレートがストライク、ワンボールツーストライクです。さあ、仕留められるか。打ちました、山田一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトで回は4回の表に入っています。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは日戸。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや、ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。スワローズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。
バッターボックス和田。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。打ちました。真ん中を破りました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。さあまず1球目ちょっとタイミングはずれました。打ちました。センターの前に落ちました。ヒット。これでマルチヒット。ノーアウト満塁です。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ノーアウトで満塁となりました。高めのボール、このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライでワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱり打った。高く上がった。頭上ぐんぐん入った。満塁ホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。スワローズ追加点を許します。いやこれは失投でしたね。そうですね。バッターボックスには3番バース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、最初は変化球できました。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうか、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス掛布。タイガースこの回7人目のバッターになります。打った、取りました。ツーアウトになりました。バッターボックスは5番石峰。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打った。西浦抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。まあこういう、これから5回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打のアリアス。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。これが1球目。いやちょっとヒヤッとしましたね。代打は初球から狙ってきますから安易にストライクを取る。打ち上げた、これは浅いフライ。ここはフライになっています。2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。7番バッター木戸。まあ、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ち上げました。この打球はフライになっています。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。打席には8番バッター和田。今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。いやキャッチャーも配球に悩むでしょうね。打ちました。伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット。ツーアウトランナー二塁。まず最初のボールを決めていきました。引っ張った、これはどうか。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。スワローズ
もうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター真由美、今日は盗塁を一つ成功させています。打ちました。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。アウトコース見送ってストライクです。いいボールが行きましたね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。一二塁間抜けていきます。これで4連打。ツーアウトランナー一塁。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか？疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。しかしこの回タイガース3点を追加しています。これから6回タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号13中尾が5番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。ちょっとすっぽ抜けた感じです。スライダー外れます。ボール先行です。打った、取りました。ワンアウトです。バッターは4番掛布。今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。これは一塁側のスタンドに入ります。落ちる球を持ってきました。この球は外れています。アウトコース外れます。打ちました。いい打球だ。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ストライクを取りに行った球が甘くなってしまいましたね。そうですね。バッターボックス石峰。初球甘いコース、バットが出ませんでした。次が2球目。ノーボール2ストライク。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。これが今日4本目のヒット。ワンアウトランナー1塁です。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。はい、切れていきます。ファウル。ワンボールツーストライクです。インコースボール。引っ張った。三塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ワンアウト三塁二塁です。まず大きく外れてボールになりました。真ん中打ちました。これはどうだ。ボールを拾って一塁へ送ります。これで4連打。ワンアウト満塁です。打順は8番和田。今日はここまでホームランを含む5安打の大活躍です。いや、手がつけられないですよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ヒットで満塁としています。ドカーン。大きな当たりです。打った瞬間入った。ホームラン。満塁ホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。スワローズ追加点を許します。甘くなってしまいましたね。
バッターは振ってくるカウントなんでボール球でも良かったと思いますね。はい、ピッチャーに打順が回って先発の前川打席に入ります。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。ボールになります。打った、取りました、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ツーアウトランナーありません。中への変化球外れました。ボール先行です。打ちました、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、レフトの頭上を越えていきました。これが今日6本目のヒット、ツーアウトランナー一塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。セーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。これが3球目、打った、スタンド一直線、文句なし、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日3本目のホームラン。追い込んでからの変化球でしたがきっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは梅野。さあマウンドに上がったのは梅野、今シーズン2試合目の登板です。2日連続の登板です。初球打ち、これは大きい、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ツーアウトランナー二塁。これが初球、初球打ち、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸び入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。いやー、これは失投でしたね。そうですね、バッターは5番石峰、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球ボール、ジャストミート、伸びていく、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打、ツーアウトランナー二塁。初球はストライク、ストレートが決まっています。打った、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球する、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは7番木戸、先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトながらランナー三、バッターボックスには代打の八木。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、突き刺さった、スリーランホームランが飛び出しました。スワローズ痛い一発を浴びています。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。いやー、これは失投でしたね。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのはマクガフ。さあマウンドを任されたのはマクガフ、今シーズン2試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。まず打ちをついてきました、155キロです。打ちました、伸びていく、ヒットになった、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで8連打、ツーアウトランナー2塁。さあ初球は何か、引っ
引っ張った、取った、一塁へ、これで9連打、ツーアウトランナー三塁一塁、打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね、ツーアウトランナー、バッターボックスには代打のバティスタ、ツーアウトながらランナー三塁一塁。レフトをバックする、バックする、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁はセーフ、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、スワローズなおも三塁一塁のピンチです。ここでタイガースダイソーを送ります。亀山ファーストランナーに入ります。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、スワローズなおも三塁一塁のピンチです。3番バッターバース、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球ボール球です。2球目は何で来るか、打った、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたいですよ。スワローズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは石山。さあマウンドに上がったのは石山、今シーズン2試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、高く上がった、頭上ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ファウルになります。見送っています。ボール、スライダー外れます。これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、今日2本目のツーベースヒット、ツーアウトランナー二塁。まずは変化球、痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。スワローズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられたあたりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、初球は変化球から入りました。いい当たり、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。3
三塁回って今ホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは8番和田。今日はここまでなんとホームラン2本を含む7安打の大活躍です。いやもう抑えられる気がしないでしょうね。もう投げるところがないと言って打ちました。これは大きい。伸びていく。センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。なんと8打数8安打。2アウトランナー2塁。初球大きな変化球でまずは空振り。外へ持っていきましたが入りません。打ちました。西浦が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。西さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね。まあ精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。打ちました。伸びていく。初球から積極的に行きましたがセンターライナーに倒れています。ワンアウトです。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか？最後はホームランだったんですけども、ラッキーでしたね。打ちました。いい当たりだ。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと今日4本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは3番バース。先ほどの打席で3ランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、最初は変化球できました。まっすぐですね。インローを指にかかったストレートで空振り。あっという間に2ストライクです。打ち上げた。落下点に入ります。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりで2アウトです。打席には4番バッター掛布。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうです。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これが今日6本目のヒット。2アウトランナー2塁。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。真ん中打ちました。キャッチャーが構えます。掴んで3アウト。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球甘いコース、バットが出ませんでした。これはセカンド山田取ってワンアウトです。さあバッターは新庄。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。初球空振りです。これが2球目。ノーボール2ストライクです。ファウルです。バットに当たりません。三振。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。打ちました。初球から積極的に行きましたが最後はレフトライナーに倒れています。9回の表
小宮山さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね、はい、これから9回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打のデスパイネ。うん、ここでリードを広げたいですね。初球は何で来るか。打ちました。ヒットになった。今シーズンの初打席で初ヒット。ここでタイガースダイソーを送ります。梅野がファーストランナーに入ります。今日はダイソーで途中出場の亀山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトになりましたがいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。なるほど、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。3球目打ちました。スワローズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うちのボール打った、いいところに飛んでいる。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。バッターランナーは三塁到達。タイガース追加点。スワローズなおもピンチが続きます。バッターボックスバース。抜けたような感じになりました。大きく外れます。さあ2球目は何か。決まった、低めいっぱい。さあどうだ、スタンドに入ります。これが4球目。ライトに持っていった、大きな打球だ。伸びる、伸びていく、入りました、ホームラン。バース、さらにダメ押しの一発。今シーズン第7号のツーランホームラン。なんと今日5本目のホームラン。スワローズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうで。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。これで5連打、ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。次が2球目。ジャストミート、これは大きな打球、伸びる、入った、ホームラン。石峰、さらにダメ押しの一発。今シーズン第5号のツーランホームラン。なんと今日3本目のホームラン。スワローズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。苦しいピッチングになってきましたよね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った、これもいったか、レフトを追う、センターを追う、ぐんぐん入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。今日は守備で交代してそのまま出場している新庄。ファウルになります。2球目は何で来るか。ストライクになります。ノーボールツーストライク。
カーブ、すくい上げた。この打球はフライになっています。サードが落下点に入ります。8番バッター和田、今日は2本のホームランを放っています。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですか。ワンアウトになっています。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。打った高く上がった。センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。ワンアウトランナー2塁となりました。バッターはダイソーから起用されている梅野。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。最初は変化球できました。ストレート打った、サードの右、一塁送球、内野安打。今シーズンの初打席で初ヒット。打順はトップに帰って亀山。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナー三塁一塁、うまく抜いてきました。すぐに追い込みました。右へ持っていった、伸びる伸びる、入った、ホームラン。亀山さらにダメ押しの一発、今シーズン第1号のスリーランホームラン。スワローズ痛い一発を浴びています。スワローズ追加点を許します。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。最初は変化球できました。アウトロー外れます。さあ3球目は何か。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信し、入った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。低めのボール、前でさばかれた打球は大きな弧を描いてスタンドへ入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは3番バース。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました、これもいったか、ライトが下がっていく、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。手が滑ったでしょうか。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあどう来るか。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、ストレートが決まっています。大きく外れました。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。インコース詰まりました。取って2アウトです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。最初は変化球できました。ボールになります。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁到達。今日3本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー二塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出れば。ストレート打った、ショートの左掴んだ、一塁へ、内野安打になった。これが今日5本目のヒット。バッターボックス新庄。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。また初球ショート正面抑えた、一塁送球、サードランナーホームイン。
タイガース追加点を挙げました。スワローズさらに二塁一塁のピンチが続きます。バッターボックスは8番和田。さっきツーベースを放っていますからね、ええ、ここは警戒しているでしょうね、はい、そうですね。ノーボールツーストライクです。強烈、ぐんぐん伸びていく、突き刺さった和田、さらにダメ押しの一発、今シーズン第4号のスリーランホームラン、これが今日3本目のホームラン。スワローズ追加点を許します。今ベンチに下がっていきます。どうやらどこかに違和感があるようです。やはりピッチャーダメなようです。結局、先ほどの投球の際にどこか痛めたということで投手交代ということになります。さあマウンドを任されたのは清水、今シーズン初登板です。初球ヒー、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。雄平が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。ただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。どなた様もお気をつけください。